人口2263人、人口密度839人、平方キロ。7キロ東にイスフィオルデン村、ラウマ川対岸にベブルングスネス村、欧州ルート E136 号を南東に0キロ、行ったところにインフィオルデン村がある。町には、サッカークラブのオンダルスネスイフがある。村の境界のグリュッテン境界は、実際には、ベブルングスネス村にある。 地元市アンデルソーネス・アビスは2007年に4125部を発行していた。ナトー港と呼ばれる港には毎年コスタマリーナ、エムエストムソン・セレブレーション、コスタビクトリア、コスタ・アトランティカなどの豪華客船が寄港する。オンダルスネス・ラウマ川川口とオンダルスネス、港エス・フィオルドとロムスダールフィオルドが合流する、付近のほとりに位置する。 19世紀にイギリス人がいち早くフライフィッシングに訪れたラウマ川の河口でもある。この川に生息する酒は1980年代、寄生虫、ジャイラダクティラスサラリスの影響で、著しい現象を見たが、近年は回復傾向にある。寄生虫が抜古した多くの川と同じく、ラウマ川でも代わりに、ブラウントラウトが増加した。 ラウマ川が流れるロムスダール峡谷は全国有数の特徴的な景観を有している。垂直に1000メートル以上落ち込むトロルの壁という段階はその一つである。ヨーロッパのベースジャンピング愛好家はここを早くから高架地点にしていた。欧州ルート E136 号と国道64号が通る。前者は西のオーレスンと南東のドンボスを結び、 後者は北のモルデやクリスチャンスンに至る。ラウマ鉄道の終点であるオンダルスネス港からモルデやオーレスンにバスが出ている。第二次世界大戦勃発後の1940年4月にドイツ軍がノルウェーに侵攻すると英軍が中部の都市トロンハイムを奪還する翼包囲作戦の一環としてオンダルスネスに上陸した。北部の包囲拠点は ナムソスに置かれた。制空権を確保できなかったため、英軍は5月初めにオンダルスネスから撤退した。この間、ドイツ軍との間でオンダルスネスの戦いが起きた。1996年、ラウマ市議会はオンダルスネスの調整志向を宣言した。ありがとうございます。